元亀4年1573年7月、織田信長は将軍足利義昭を京から追放した。義昭と戦う前からすでに浅井を滅ぼすための準備は着々としてきた。織田二条攻略のための砦を至る所に構築し、片田衆に琵琶湖の裏々を放火させ、交通も遮断している。徐々にではあるが着実に織田二条を締め上げている。浅井はこれに焦って例のごとく朝倉に援軍を頼むだろう。朝倉は浅井の要請に応じて織田二条付近まで御詰めに来るに違いない。そこを叩く。今度こそ朝倉、浅井を殲滅してやる。その頃、阿波では異変が起きていた。これまで四国から三好三人衆に軍勢を送り込んできた阿波三好の家老篠原長房が当主の三好長春に攻め滅ぼされたのである。前々から三好長春に篠原長房を排除するように要請していたが、うまいこと言った。阿波三好で我らとの戦いを主導してきた篠原長房を泣き物にしたことで、四国から三好三人衆に軍勢を送り込まれる心配はなくなった。援軍を見込めない三好三人衆は必然的に孤立化する。奴ら起きないから叩き出すことができよう。奴らに組みしている三好義通や松永久秀も同様、駆逐してやる。この阿波三好家の内紛によって畿内への兵力の供給が断たれたため、三好家は急速に力を失い、信長包囲網から脱落していったのである。義昭を追放したついでに近隣の淀城も攻略しておく。これを落とせば三好三人衆の力をさらに削ぐことができよう。信長は牧島城の戦いで将軍足利義昭を追放した後、すぐに淀城の攻略を命じた。淀城には三好三人衆の一人である岩成友道がこもっていた。細川藤高、三淵藤秀は直ちに淀城を落とせ、わしは京に戻る。信長は淀城の攻略を細川藤高、三淵藤秀に任せた後、7月21日に上洛する。上洛早々すぐに信長は朝廷に改元を創生した。前々から朝廷から改元の要請を受けている。義昭は府中にも朝廷の要請に応じず元気の年号に固執していたが、義昭を京から追い出した今となれば改元することができよう。信長は朝廷からの改元要請を引き受ける形で改めて朝廷に改元を申し出て、7月28日天正と年号を改めた。京の町衆が過去に多くの災難に苦しんだことを考慮して、この改元に伴い自主戦や諸役を免除することにする。とりわけ焼き払った神廟を復興してやらねばならない。その頃、信長に淀城の攻略を命じられた細川藤高、三淵藤秀は岩成軍と交戦の最中だった。細川ら織田軍は密かに岩成友道の家臣らと内通し、岩成友道を守りの堅い淀城からおびき出すことに成功する。8月2日淀城から出陣した岩成友道はしばしの間奮戦したものの、最後には細川藤高の家来に討ち取られた。岩成軍の戦死者は340名に上ったと伝えられている。三好三人衆の一角を潰すことができた。もはや四国の阿波三好が支援することもないだろうし、三好家の勢力はほとんど無視できるほどに小さくなった。あとは奴らに組みする勢力三好義継や松永久秀だが、これも焦らず追い追い潰していけばいい。問題は大阪本願寺、それと朝倉義景に浅井長政、奴らをどうやって潰すかだ。信長が岐阜から離れ京周辺で交戦している今こそ、公方様の要請に応じて我らも挙兵すべき時ぞ。すでに琵琶湖は信長によって政界権が奪い取られている。そのため琵琶湖の東岸においてさえ浅井の自由にはならない。最近では織田軍による放火も相次いでいると聞く。このままだと浅井の織田二条は西と南からの圧力で崩壊してしまう。近江へ進出し浅井を助けねばなるまい。朝倉義景は近江に出陣するため配下に動員命令を下した。しかし信長が京にいるにしても織田二条付近の織田軍を蹴散らすことは甚だ困難。それゆえに今は信長の出方を伺うだけの出兵でよい。信長が公方様との戦いを切り上げて織田二条に侵攻する可能性を念頭に置きながら動く。必ずしも織田軍と全面的に戦うわけではない。まずは
自慰行為にだけでとどめる。そうであるならば、わざわざ近江まで出兵する必要はないと存じまする。それに我らは近年出陣の連続で疲弊しきっております。信長が本格的に浅井攻めに入っていないうちは軍を休ませた方がよろしいかと。無論この度の出陣は自慰行為にだけで終わるものではない。信長に隙あらば浅井軍と共同で虎御瀬山や横山城の攻略も考えている。信長の隙というのは一体どういうことでしょうか。信長といえども人の子、失敗や不運に見舞われることもあろう。我らはそれを待って次の行動に移ればよい。敵の過失や不運を期待しての行動は明確な指針がないゆえに失敗する可能性が高いでしょう。いくら久保様や浅井からの要請といえども今回の出陣は見合わせた方がよろしいかと。一族の朝倉景明や有力家臣の大角景方は疲労を理由にこの出陣命令を拒否。仕方なし、出陣を強要すればわしを見限って出奔するか信長に願えるかもしれない。ここは主張を主張さず命令に従う者だけで出陣すればいい。それでも2万ほどの軍勢は動員できる。この軍勢でもって近江へ向かう。義景はやむなく2万の軍勢でもって一条谷を出陣。7月18日敦賀に進出し8月6日に近江に入った。主力は柳瀬、余呉、日の本に陣を張り街道を抑え織田軍の侵入を阻止する。越前との通路が確保されている限り長期にわたって織田軍と戦える。その上で前衛部隊は大津城、陽の山城に入り浅井との連絡線を確保し織田軍の攻撃に備えよう。この朝倉軍の動きは直ちに信長の知るところとなる。京での仕事を終えた信長は8月4日岐阜に戻った。朝倉軍が動き出したか。それにしても何とも呪い、7月18日に敦賀に着いたというのに未だ近江に入っていない。朝倉軍は信長が岐阜に着いた2日後の8月6日にようやく近江に入っている。何を狙っているのか。ただこちらの出方を見て進軍に逡巡しているだけなのか。全く意味のわからぬ出陣。おそらく義明の命に従っての不本意な出陣だろうが、それゆえに何をしたいのか曖昧すぎる。わしが京山木島城で義明と戦っている間に我らの背後を取るべく攻撃を仕掛けてくればよいものの、それをやれるだけの勇敢さが義景にはない。それに義景には誤算だろうが、朝倉軍が敦賀に入った頃には義明は我らに屈服して京を追放されている。わしに敵対する勢力の名士が力を失った今となっては義景の大義もなくなった。これでは家臣たちを説得して戦争を続けることも難しいだろうね。すぐに朝倉、浅井を討伐するため北近江に向かってもよいが、政治工作や遠征続きで疲労が蓄積しておる。よってしばし休息する。ただいつでも出陣できるように準備は怠るな。しばらくの間朝倉軍の動向も見極めておきたい。岐阜に帰陣してから4日後の8月8日信長は浅井長政の重臣厚地貞行が寝返ったことを知る。厚地貞行が内応し我らを山本山城に引き入れようとしています。これを好機としてすぐに山本山城に入り朝倉、浅井を撃てばよいでしょう。厚地貞行が内応したのは我らが大型船を建造し琵琶湖一帯の制海権を握ったからであろう。もはや浅井についていても山本山城を維持するのさえ難しいと考えてのことに違いない。厚地貞行が味方になったことで織谷城攻略がしやすくなりましたが、以前にも失敗したし今回がうまくいくかわからない。だがこの度は山本山城を手に入れ虎御瀬山に築いた付城も完成し織谷城を攻略するのに万全の体制を整えている。問題は朝倉軍。以前の失敗の原因は朝倉軍と織谷城の浅井軍が連携をして自由に双方の陣を行き来できた点にあり、この朝倉、浅井軍の連絡線を断ち切ることから始めねばならぬ。さすれば巧妙も見えてくよう。裏切り者の出現で浅井は動揺しているはず。この好機を見逃さず直ちに出陣す。信長は厚地貞行の寝返りを知るとその日の夜のうちに早くも岐阜を出陣し小谷城に向かった。まずは月ヶ瀬城を落とす。信長は近江に入るとまず月ヶ瀬城へ攻め寄せ9日夜までに攻略した。主力はすぐに山田山に布陣せよ。まずは敵陣に深く入り込み朝倉軍と浅井軍の連絡線を遮断する。これで小谷城は朝倉軍と合流できず孤立化することになる。
この時、浅井長政は5000の軍勢で小谷城に籠城し、織田軍の動向を伺いつつ守りを固めていた。8月10日、信長は山田山に軍勢を集め、自らは馬回りを率いて麓の高槻に本陣を敷く。戦局が膠着状態にならぬように何度も敵に揺さぶりをかけて動揺を誘う。そのため引き続き敵に調略をかける。敵陣のどこかにほころびが出るまでしつこく行う。一方、朝倉軍2万は柳瀬、余呉、木之本、相模山、そして大津城と陽の山城に陣を張っていた。織田軍が山田山に布陣した。なんとも大胆だ。予想外の布陣。これでは浅井と連絡がつかない。それだけではない。大津城と陽の山城の我が軍との連絡も断ち切れ、分断されてしまった。これでは我らは動きようがない。いつものようにこちらからは仕掛けず、敵の動きに対処するしかできぬ。敵が3万ほどの軍勢ではまたも戦線は膠着するだろう。だが戦う気概を見せねばならぬ。柳瀬に必息していては戦う前から逃げ腰だと侮られる。士気にも影響を及ぼすだろう。信長が大胆に行動するならばこちらも踏み込まざるを得ない。本陣を柳瀬から相模山に移す。山田山の敵と対峙し、隙あらばこれを撃滅する。吉兼は8月10日柳瀬から相模山に陣外をした。8月12日の夜は大雨だった。大津の北西に位置する焼き劣りでの浅光島の神は我らに寝返りました。閉めた。幸先はよし。高槻に着陣してから2日間粘り強く調略した甲斐があったというもの。これぞ好機。すぐに焼き劣りでに入る。焼き劣りでに入った後は直ちに大津城を攻撃し、これを奪う。わし自らが軍勢を率いてこれをやる。大津城は小谷城より険しいが、寝返った浅見を案内役とすれば奪取することができよう。これを奪えば小谷城を見下ろせる。難攻不落の小谷城も攻略しやすくなろう。信長は激しい風雨の中、自ら馬回りなど千人ばかりを引き連れ大津城を攻撃。大津城には朝倉軍の前衛500人ほどが守っていたが、織田軍が攻め寄せるとすぐに降伏を申し入れた。信長はこの大雨をついて大津城を奪取したのである。降参した朝倉兵は命を取らず、すべて許す。すぐに朝倉の本陣に返してやれ。風雨で夜中のことだから、おそらく吉兼は大津城が落ちたことを知るまい。ここで大津城の敗残兵を返してやれば、奴はそれを知ることになる。吉兼のことだ。復讐心を燃やして大津城の奪還を試みるようなことはしないだろう。ただ不安に苛まれるだけで何もするまい。もしくは恐怖に怯えてこの戦線を維持できないと判断し撤退するかもしれぬ。さすれば我らは小谷城攻略に集中できる。直ちに次の行動に移る。大津を下山して陽の山城を奪取せよ。信長は大津城を攻略した後、不破光晴など一部の将兵を大津城に残し、自らは西麓にある陽の山城を攻めた。この突然の攻撃に陽の山城にいた朝倉方の平泉寺僧兵はほとんど戦わずに降伏した。こいつらの命も助け、朝倉軍本陣に戻らせてやれ。朝倉軍の士気はさらに下がることになろう。信長の素早い攻撃により大津城と陽の山城は陥落し、小谷城周辺に朝倉軍がいなくなった。大津城を織田軍に取られてしまった。はじめに山田山に布陣されたことで大津城に軍勢を送り込むこともできず落とされてしまった。織田軍の動きはあまりに早く予想外。大津城を取ったからには次は眼下にある小谷城を狙うに違いない。小谷城は難攻不落、すぐには落ちることはないでしょう。だが織田軍に常に見下ろされる形となって浅井軍は心理的な圧迫を受け続けることになろう。そうなれば思いがけない事態が起こるやもしれぬ。そうならぬために再び大津城を奪い返してやりたいが、できそうにない。浅井を助けることもできぬ。そうである以上は早々に撤退した方がいいのではないのか。なるべくなら早く撤退し兵士たちの疲労を回復させた方がよい。遠征続きで家臣たちにも迷惑をかけてしまっている。やはり出兵するべきではなかった。重臣たちの反対を押し切って無理に出兵したために人心が離れようとしている。
すぐに小谷城に攻撃を仕掛けましょうか、それとも一旦休息して翌日から攻撃を始めましょうか。いや、ここは柔軟に考えて作戦を変更した方がいい。小谷城の攻略が目的だったが、大津城を奪取できた今となれば、朝倉に攻撃目標を変更した方がいいのではないか。大津城を奪取したからこそ小谷城の攻撃に向かうべきなのでは。おそらく朝倉もそう考えて油断しているに違いない。というより、大津城を取られどうすればいいか分からず動揺しているはず。そこを叩く小谷城を攻略するのは大きな犠牲を伴う。まだ時期尚早。それより田波山の朝倉軍を攻撃した方がいい。すぐに朝倉軍に攻撃を仕掛けますか。直ちに、今夜中にやる。今を逃せば朝倉軍が退却してしまうかもしれぬ。朝倉軍が退却してからでは追撃しても限定的な打撃しか与えられぬ。整然と退却されれば大打撃を与えることは難しいだろう。よって退却される前にまず奇襲をかけて敵を混乱状態にさせる。その上で敵を退却させ、これを追撃し撃滅する。これは今夜しかできぬ。吉影とわしの決定的な違いは勇敢さにあり、奴は慎重さを通り越した臆病者。戦において拙速と勇敢さがいかに重要か敵味方に示してやらない。作戦は以下の通り。まず別動隊が尾根伝いに迂回して朝倉軍本陣の田波山を奇襲する。驚いた敵は退却を始める。もしくは奇襲する前に敵はすでに退却準備をしているかもしれぬ。だがいずれにせよ奇襲することで敵は動揺し混乱状態となろう。そこを山田山高槻一帯に布陣している柴田勝家、佐久間信盛、滝川一益、橋場秀吉らが追撃する。あとは大混乱に陥った敵をしつこく追撃すれば大勝利間違いなし。朝倉軍を逃さぬよう十分注意せよ。もう一度言うが、勝家ら主力は朝倉軍の退却を見逃さず必ず追撃し打ち果たすべし。信長は次の攻撃目標を田上山の朝倉軍に定めた。織田軍の別動隊は野員に紛れ田上山を目指して尾根伝いに進んだ。別動隊が朝倉軍の本陣近くに到着した時、朝倉の陣営は無防備だった。織田軍が小谷城に攻め寄せるとばかり考えていたからである。織田軍はこの好機に乗じて夜襲を仕掛けた。敵が本格的に攻撃を仕掛けている。ここはすぐに撤退した方が被害を最小限に食い止められる。敵が夜襲してきている以上本格的な攻撃とは思いませぬ。ここは慌てず、この陣地に踏みとどまっていれば我らは崩れることはありませぬ。しかし大津城も陽の山城も敵に取られてしまった。大津城や陽の山城にはもともと少数の兵力でしか守っておりませぬ。ここを敵に取られたとしても勝敗の帰数を左右するものではありませぬ。むしろここで慌てて退却すればその方が致命的になります。だが大津城が取られたことで浅井との連絡線は遮断されてしまった。これではこの場にとどまっても意味がない。浅井との連絡が断たれ救援できないとなれば一刻も早く撤退した方がいい。勝ち戦ならまなしも、初戦で負けて士気も低下している。戦意が低下していては勝ち目はない。このまま戦いを継続すれば朝倉家は瓦解するやもしれない。全軍急ぎ退却せよ。織田軍の攻撃に不意をつかれた吉影は撤退を決意。13日夜田上山から撤退を始めた。続いて予後木の元に布陣していた朝倉軍も撤退を始める。しかしこの時朝倉軍は混乱に陥ったまま撤退を余儀なくされたため、その動揺はますます大きくなっており敗北が避けられない状況になっていたのである。まさに想定通りの展開。あとは予定通り高槻の我が軍が敵を追撃すれば撃滅することができるはず。しかし山田山高槻に布陣していた織田軍はなぜか動かない。完全に朝倉軍の退却を見逃してしまっていたのである。勝家らは何をやっている。追撃すれば瞬時に撃滅できるというに、二度も三度も言い含めておいたのに、奴らは何を考えているのだ。ただ見過ごしているだけなのか。追撃戦とはいえ大軍による夜間攻撃は困難と判断して動かぬのか。同士討ちを恐れてのことか。いずれにせよわしの言葉を軽んじていることは確か。奴らに今すぐにでも懲罰を与えてやりたいが、今はそれどころではない。焦った信長は馬回りだけを引き連れ自ら先頭になって朝倉軍を追撃。遅れて山田山高槻に布陣していた織田軍も信長を追う形で追撃を開始した。勝家らがもっと早く動き出せばこの場にて朝倉軍を殲滅できたもの。仕方ない。とにかく今は追撃をし続けるのみ。このまま地獄の果てまで追いかけろ。
信長は自ら先陣となって容赦のない追撃を続けた。3年ぶりの越前侵攻か。以前のように浅井軍に背後をつかれる心配もない。もし奴らが小谷城から出れば、逆に虎ノ瀬山の軍勢が浅井軍を背後から襲える。奴らはそれを恐れて一歩も城から出ることはあるまい。我らは背後を心配することなく、徹底的に朝倉軍を追い続け、吉影の息の根を止める。もはや吉影は家臣からの信望もなくしているに違いない。ここで我らが朝倉領に深く踏み込んでいけば、吉影を裏切る輩もいてこよう。うまくいけば朝倉は滅びるはず。吉影は朝倉軍の混乱を収拾することができず、退却を続けていた。引田城まで撤退し、ここで織田軍の追撃を食い止める。まずは利根坂で織田軍の先鋒を叩き、進撃を遅らせよ。朝倉軍は利根坂で織田軍を防ぐべく守りを固めた。しかし織田軍による強襲により回走。ここでも織田軍を防ぎきれない。全軍敦賀まで撤退するしかない。引田城を持ちこたえられなくなった朝倉軍は総崩れとなりながら敦賀に向かった。そして8月14日夜、吉影はお刃打からして敦賀に到着する。もはやここまで。ここは引き返して軍中で討ち死にを遂げるこそ武士の本懐。吉影は引き返して討ち死にを遂げる覚悟をしたが、謹慎に止められ、木の目峠まで撤退して再起を図ることになった。木の目峠で逃れてきた将兵をまとめ一戦に臨む。しかし木の目峠に着くと、一族の朝倉景綱など多くの朝倉の将兵が吉影の命令に従わず、勝手に自国領に帰ってしまう。このため将兵は集まらず、吉影はわずか5、6機で府中に向かわざるを得なくなった。戦うことすら難しい状況に追い詰められてしまった。一方、勢いに乗った織田軍は利根坂の朝倉軍の防御線を突破し、引田城を経てさらに吉影を追って敦賀へ乱入した。14日、信長は敦賀金ヶ崎城に入った。朝倉軍の退却からわずか1日の間に、織田軍は朝倉方の城を10箇所余りも落とし、驚くべき速さで敦賀にまで進撃したのだった。一旦追撃は中止。今から3日間金ヶ崎城に投入し、兵士たちに十分な休息を与える。その間に朝倉を滅ぼすための計画を立てる。まずは若狭の国衆の掌握から始める。それから越前の各武将たちの調略せよ。もはや朝倉についていても身を滅ぼすだけだとな。平戦時にも働きかけよ。奴らは先の戦いで陽の山城にいたところを除名してやった。我らの強さを身をもって知ったことだし、恩義にも思っていよう。調略するのは簡単なはず。この時すでに朝倉勢の3000の首が信長のもとに届けられたという。朝倉景行や朝倉道景といった一門衆をはじめ、斉藤辰興などの名だたる武将が多数討ち死にを遂げていた。織田軍は14日までに朝倉軍を徹底的に追撃し、攻め続けた結果、ついに朝倉軍は壊滅状態になったのである。もしものために敦賀に留まって朝井軍の動きを中止したが、やはり奴らは城から一歩も出ない。朝井軍もまた力を失ったか。よって我らは背後を心配することなく朝倉領の深くまで進撃できる。今度こそ朝倉を徹底的に追い込んで滅ぼしてやる。8月15日、吉影はわずかな手勢のみを率い府中を立ち、居城の一条谷の館にたどり着く。しかしこの時一条谷の留守を守っていた将兵の大半は朝倉軍の壊滅を知って逃げ去っていたのである。魚住影方など主だった武将たちもすでに織田方に寝返ってしまっていたのだった。爪の城に立てこもるための十分な兵力が集まらない。ここにとどまるわけにはいかない。爪の城は一条谷館の背後の標高450メートルの山頂にあった。この山頂を本丸として屋根伝いに二の丸、三の丸を配し、三方に土塁や堀を巡らした堅固なものだった。しかし主だった家臣が離反したために、この一条谷を守るにはあまりに兵力が少なすぎて籠城することはできなかったのである。一条谷を捨てて大野にて体勢を立て直しましょう。この地は盆地で守るに固く勇猛な平泉寺の僧兵がおりまする。彼らを頼って織田軍ともうひとたび戦いましょうぞ。致し方なし、すぐに出陣。大野の平泉寺に向かう。しかし
義景が出陣命令を出しても将兵はほとんど集まらなかった。義景の手勢は近従含めわずか500人ほどしかいなかったという。これほどの人数しかいないとあらばどうにもならぬ。ここで最後を飾る。織田はもともとは越前を楽しを発祥の地とした。我ら朝倉にとっては家来筋となる家柄。わしにしてみれば信長若臣にも等しい立場のであろう。こんな奴の足元にひれ伏し命乞いをするのは朝倉の誇りが許さず自決あるのだ。義景は付き従う手勢の少なさに絶望し自決しようとするが、近親の鳥居景近、高橋景明に止められ、断念。わずかな金珠と共に平泉寺に向かうことになった。しかしこの時目的地の平泉寺の僧兵もすでに信長と内通していたのである。またいとこの朝倉景明でさえも信長と通じていた。義景が今自決しないのならそれはそれでいい。むしろ今やらない方がこちらとしてもいい。未だ義景には500人ほども付き従っているし、こいつらを出し抜いて義景の首を信長の元に送ることは難しいだろう。今は義景を逃げ落ちさせる。その途中で近従たちを脱落させて手勢が少なくなったところで奴を打ち果たせばいい。さすれば義景の首はわしのものとなり、これを信長に送ればわしの本領も安堵されることになろう。義景は一条谷を抜け、朝倉景明に促されて大野に移動し、8月16日大野の東雲寺に入った。平泉寺の僧兵に援軍を頼もう。8月17日義景は平泉寺に書状を送り援軍を要請したが、すでに信長の調略を受けていたため平泉寺は要請を拒否。逆に義景がこもる東雲寺に襲いかかった。それだけにとどまらず平泉寺の僧兵は一条谷にもなだれ込み放火を始めたのである。3日間金ヶ崎城で逗留していた信長はついに動き出す。すでに一条谷のところどころでは義景を裏切り放火している輩がいると聞く。奴らと呼応して一条谷をさらに焼き尽くす。義景を討ち果たすべく越前に進撃せよ。義景の元家臣前歯義継を案内役にして攻めるべし。8月17日織田軍は金ヶ崎城を出て木の目峠を越え越前に入った。そして18日信長は府中の龍門寺に本陣を据える。越前の寺社はすでに朝倉を見限り我らに莫大な霊戦を費やして炎を求めてきておる。もはや朝倉は滅んだ。あとは徹底的に朝倉の敗山兵どもを掃討するのみだが、ここ府中では一切放火と殺戮は禁ずる。意味のない殺生は後々の統治のことを考えれば全くの無益。しかし朝倉の本拠の一条谷だけは別。長年一条谷を支配していた朝倉を恩義に思い忠義心を持ち続ける奴らは多くいよう。それゆえに朝倉が滅んだ後も我らに従わず歯向かう輩も出てくるに違いない。よってこの地に根付いた朝倉の痕跡を全て消し去った方がむしろ統治しやすい。一条谷だけは徹底的に破壊し焼き尽くす。義景は一条谷を捨てて平泉寺方面へ逃走したものと思われます。先方はすぐに一条谷に赴きこれを焼き尽くせ。一条谷はすでに何者かに放火されていると聞くが、さらに徹底的に焼き討ちにせよ。柴田勝家は平泉寺に向かい義景を討ち果たすべし。織田軍は一条谷に押し寄せると一帯を放火。一条谷館、神社仏閣、町屋などのすべてが3日の間燃え続けたという。平泉寺までも裏切ったからには東雲寺に留まり続けることは困難。すぐにここを引き払い私の居城山城に向かいましょう。まずはその途中の検証寺に入った方がよろしいかと。ぜひもなしか。19日夕刻、義景は景明の進言に従って検証寺に逃れた。しかしそこで彼を待ち受けていたのは周到に計画された裏切りの罠だった。8月20日早朝、景明の手勢200人が寺を包囲し義景に向けて鉄砲を打ちかけたのである。景明の裏切りまで見ることになるとは。一条谷で館もろともに果てた方がよかったわ。近従たちが勇敢に戦い討ち死にしていく中、義景はもはやこれまでと悟り自陣を選んだ。彼は自らの名誉を守るために最後の瞬間まで戦い命を落としたのだった。その後景明は義景の首を手に入れ信長に差し出して降伏した。
信用できぬやつではあるな。前々から我らと内通していたわけだし、主君殺しを理由に罰するわけにもいかぬ。義景を自決に追い込んだ働きは認めてやらねばならぬな。幸福を許そう。本名も安堵する。その後、義景の首は京に送られ、晒されることになった。義景の母、高徳院とこの愛王丸は捕獲され、岐阜城に移送される途中、信長の家臣には長秀に寄り切られた。そのため、初代高景以来、100年続いた越前朝倉宗家は、ここに途絶える。戦国大名、朝倉氏は滅亡したのである。これは歴史的快挙ぞ。敵の2万の大軍を、わずか7日間で、追撃して殲滅した。しかも、大名を討ち取ることまで成し遂げた。これほど短時間に一国を消滅させたことは古今まれなり。